ちょっと、ちょっと、マネージャー、お水ないの？ん？何これ？これもう回ってんの？あ、そう。はい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 、やりますよ。おうおう人間、先日俺のちょいポチャ具合が判明したのは周知の事実だが、今日はそのポチャ具合について話していくぜ。ワンちゃんの体型は BCS というので5段階で評価するらしいぜ。ちなみに BCS は僕とチワワしませんかの略だ。嘘だ。ボディーコンディションスコアっていうらしい。そして俺のスコアは4だ。正真正銘のちょいポチャタイプだ。で、ポチャ具合とカリカリ具合を判断する方法は実はもう一説あって、だいたい満1歳の時の体重を基準として、そのあたりをうろうろしているくらいなら問題ないらしい。そんな俺は満1歳でおーいお茶2本分を超えてたぜ。母ちゃんは俺のことを業務スーパーサイズとかコストコサイズで抱き心地最高のお得感バッチリワンちゃんって言ってるが、なぜか俺を抱っこして運ぶのはいつも父ちゃんだ。お姫様として育てられた母ちゃんはフォークとナイフより重いものは全て召使いに持たせるように教育を受けてきたらしい。つまり父ちゃんは召使いだ。なんかじわじわ悲しくなってきた。ちくしょう！ということで今日はこの辺で終わりにして、そのうち俺のダイエット事情もお話しするぜ。お前らも食っちゃねえ食っちゃねえしてないで、体もちゃんと動かすんだぞ。でも食って寝るのは一番幸せよな。またねー。